これは裏話ですよ裏話しちゃうけど僕は本当ガーシーさんとはそういう関係でね個人的には本当に最初からガーシーさん出てきた時から応援してるし、まあ、あっという間に所録者抜かされたって感じですけど今でも本当に頑張ってほしいなと思ってるこれは気持ちに嘘はないからこうやって配信してるんですけどえ春木海君も友達で大事にしてますとで春木海君はガーシーさんにさらされてましたで春木海に聞いたんだよねガーシーさんに謝ったりなんかそういう連絡とかしたんって聞いたら謝ったと。 言っててえどういう連絡したのって言ったら、もう本当にすみませんでしたと、なんか調子乗ってすみませんみたいな、DM をしたらしいんですよ。そしたら、まあ、僕とガーシーさんの DM って、ガーシーさんはすごい丁寧だし、本当にいい印象しかないんですけど、あじゃあ、いい感じの返事返ってきたって聞いたら、いや、めちゃくちゃ冷たかったと、なんか、いや、お前はもっと闇あるんだから、もう全部さらさるからだみたいなのが来たらしくて、めっちゃびびってて、あーって、だからもう、ガーシーさんってすげえ、なんか素直な人なんだなって思いました、はい。 もうめちゃくちゃ素直な人なんだなって思いましたね。はるきかいくんは友達なんで、なるべくやめてあげてほしいなと思うんですけど、まあ、僕が言うことでもないし、はいまあ、ハルキかイはそれをポジティブに変えれる男なんで、はい、いいんですけど、そういうね、本当に DM が来たらしいですよ。お前のこともっとやったら、みたいな。はい、だからもう本当にやるって決めたらやる人なんですね、たぶんね。はいまあ、でも僕、そんなハルキカイとイスタンブールで、もしかしたらコラボ動画撮るかもしれないです。はいまあ、でも、はるきが闇やろうが、 ルキカ会が何しようが、僕にはあんまり関係ないんで、はい、別にそんな変なことやってないしね、今は。もう昔は知らないよ、昔、出会う前のことは知らんけど、まあ、少なくとも僕が知ってる限り、そんな変なことやってるやつじゃないんで、まあ、誤解してる人がいたら、それは僕はまあ彼の名誉のためにも、ちょっとだけ訂正しておきます。はるき会はガーシーの弁済受け取りキャンペーンをするべき、あ、いいっすね、それ、ガーシーさんの弁済受け取りキャンペーン、いいっすね。 それはちょっと春機会に言っときます、はいまあ。ガーシーさんがいいかどうか分からないし、どう思うか分からないです一応春機会には一応言っときます。はい、春機会はポジティブです。